してるやつの誰が一番男としてスペックが高いか。なるほどね。うわ、バトル。うわ、なるほど。僕らのベストで一番スペックが高いやつを決めよう。市原隼人。お願いします。あ、ちょっと腰低いの。ちょっと前失礼します。面白い。こんなことするやつがそんなこと言わねえんだよ。うん。ちょっとまあここらでね、こう誰が一番男として優れてるのかみたいなのを決めてもいいんじゃないかなっていう。うん。まあじゃあちょっととりあえずじゃあ。うん。一番優れてると思う人を指さしてみます。なるほどね。はい。この中でこう客観的に見て。うん。いきますか。せーの。まあそうこなくちゃですよね。まあまあでもその4人であれしてもあれだから。まず石井は脱落だよ。脱落じゃねえよお前。まず石井。戦えまず。戦わしてくれ俺にも。いや脱落だよお前なんだ。いやいやそんなことないですよ僕。バイトしかしてねえじゃん。言うな俺がお金ないことこんな。バイトしかしてねえじゃんって。いやバイトしかしてないですけどそれは別に関係ないですからね男と。何のバイトしてんの？塗装業、解体業、寿司屋のホール。一個極めるやつだ。バイトでやる。職人として一個極める。これも全部やってますから。松井さんがなんだ作詞してほしいですけどね僕は。なんで？これすごいよ。いやちょっとまあそれあんまり言葉にするとあれですけどね。まあてっせんさんねやっぱりかっこいいっすよやっぱ。派手ですしやっぱ花ありますよね。いやこんなもやっぱねこうやっぱコメント欄も見てたらわかるけどやっぱ綺麗ですよ顔立ちが女性みたいなのもあります。僕もまあそれなりにねジャニーズのモノマネとかもやらせてた時期もあるんで。なるほどね。松井さんはね。ちょっと待ってよ。これも正直でかい要素ですからこれは。何何何？え何何何？伝わってないよ。伝わってない。言葉にしないと伝わってないから。どうした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 。これはもう客観的にねその別にそんな別にあれじゃないですけどね。ない。俺がかっこよくないって言ってんの？まあまあ比べたらですよ。世間的に別にそうかどうかはわかんないですけど比べたら違うんだよな。お前が俺の次にかっこよくないんだよ。それがすごい嫌なんだよ。ちょっとじゃあ煙さんは誰が一番かっこいいと思うんですか？てっせ絶対。今度ダントツ。ダントツ。嬉しい。じゃあすみませんてっせさんから赤髪渡してあげてください。次はね。その仲良くしてる。脱落じゃんもう。フルトニー。そう仲良くしてる。本当。すごいいい人らしいみたいな。逆に松井さんはなんで自分がやっぱ一番だと思うんですか？いや頭いいしな。学歴はまあ学歴はまあ確かにね。慶応の法学部なんですから。まあスペックのまあ一個ですよね学歴とかは。でまあ僕親が信じられないぐらい。親がじゃねえからでもそれ。そうなんだよな。まあでもまあ俺の才能だからそうやって。まあまあ親ガチャ SSR ですもんね。僕はだってもともとアパレルのまあ言ったら世界的な企業に勤めてましたから。スペック？スペックで言えばまあ職歴だからね。職歴のスペックだからそのお金持ちとかって一緒。やめてるからなでも。お前職歴あるの？塗装、解体。デパートのマネキン運び、寿司屋。お前めっちゃ店長に嫌われてたローソンのバイト。入れんな。実はここが一緒にローソンの夜勤やったこと。いつも店長がちょっと石井みたいなことやるのやめてくれ。悪いことの代表石井。代名詞として。俺が。そうだ。仕事は確か僕できないです確かに。仕事できないでしょ。だからお前ら何が優れてるってマジで。いやでも1位決めますからね。別に。なんだよそれ。絶対1位じゃないじゃん今の。1位決める大会ですから僕。その最下位から排除していく大会じゃないから。まあまあまあ参加権はまだありますけど。そうかそうか。てっせは顔は普通にかっこいい。顔がまあかっこいい。腹立つだな。腹立つだ。でもなんかもうそれ今さら言うみたいな。俺よその強すぎて隠してるじゃん。強すぎて一回使うキャラのやつだ。あまあでも職歴で言うと僕一回サラリーマンの経験もあります。私唯一社会経験があるのか、このあ唯一じゃねえか。まあ僕も一応あるけど、ただそのサラリーマンっていう感じではない。ショップ店員で。ショップ店員だからまたちょっと別だね。そこは。じゃあ負けてると思っちゃった？正直。いやでもそこは勝ってると思う。おおいいよいいよ。確かにだからそのだって自分指してるんですから全員。あまあそうよ。あとお前だけこれやんのやめろ。あと。え俺らみんなこうやったんで、さっきせーのって何てやつだってもう始まってたロンガへのルートが俺一人ロンガへこうやって歩いてたあそこで分岐してたハンターハンターの表紙伏線の張り方してたお前トンパに騙されてたお前だけ下剤入りのジュースが騙されてあれだってキルアとかは全然大丈夫だったのに俺だけちゃんと食らってもう脱落だからいいっすよそんな言うならじゃあ僕脱落でいいっすよえ脱落ですけどだから僕にアピールしてくださいみんなその俺が一番かっこいいと思ってるんだからみんなそれぞれ脱落はしなくていいいやだってみんなの意見はしょうがないですそれは4人で決めるっつってお前だってすごいいいとこあるよありますやっぱそのさすごい一匹狼というかさ、家族とさ完全に絶縁してこうっていう俺が家族と仲悪いこと言うな家族と絶縁してるのはやっぱすごいと思うしさ家族旅行行ってくるね家にいてねって言われたこと言うな俺が家族から外れてたこと言うなよ石はねあちゃんと褒めてくるんですか嫌いにはなれないなんだそれなんだそれ特に何もねえじゃねえかよ。にはなんないんだよ。なんない確かに。一番仲良くはないけどな。シンプルな俺。オブラートも何もなかったよ。あとやっぱなんかそのやっぱ多分友達が多いからかなすぐ携帯の充電切れたりする。お前が送ってくるスクショ全部右上赤いんだよ。携帯の充電できないけど。俺やっぱアパレル勤めてたから。こんな首詰まってる T シャツ似合う人いないよすごいもんだってタートルネックかと思ったもん石井は何ていうのリカバリー能力みたいなのがおーいいんじゃないあそうめちゃくちゃいいんじゃないなんかそのローソンでバイトしてた時にあ一緒にやってたな売り物のワイン割っちゃってすぐ店長にお金払ってたなんかそこをすぐ隠そうとかそういうのじゃないんだすぐちゃんとねちゃんと言えるっていうのは偉いよな偉いなざっこいいいやつじゃねえかよ何のスペックでもねえよそんなの偉いな2人でなんか新宿かどっかでご飯食べてで写真撮ろうっつってバッて撮ったんだけどちょっとね小麦アレルギー異様に肌がちょっと荒れちゃったのよその瞬間で撮った瞬間に「あちょっと肌荒れたないし」みたいな話したら「でもこれのおかげでこんなが綺麗に映るんだったらいいな」これは1位だ俺のエピソード大会だったよ